はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、今日のトピックは、最近の YouTube、ごチャンネル化してない っていうような、私の率直な疑問を、えー、語らせていただければと、えー、思っております、えー。なんか最近というかもう、あのー、YouTube、えー、ここ数年、まあ、2020年以降ですかね、えー、具体的に言うと、えー、コロナ禍が入ってから you、YouTube、えー、YouTuber が、えー、まあ、増えてったなと思っていて、えー、まあ、一つのきっかけとしては芸能人の方々が、 YouTube を始められたっていうのがあるんですけどでまあそういった流れもありつつあとそうですねまあいろんな方とにかくその今まではあの顔出しでやってた方がメインだったと思うんですよそういった方々があの今度あの匿名で誰だかわからない VTuber っていう方のか携帯が出てきたりとか あのそうじゃなくても顔を出さないでなんかゆっくり解説とか、えー、そうですねなんか顔を出さずにそのままなんか語っていくっていうような方々も本当にいてなんかその匿名性っていうのがすごく YouTube の中に生まれてきたなって、えー、ふと思っていてそれによって何ていうかコメント欄もなんか荒れてくることが多くって それでなんか、ごちゃ、かつてのごチャンネルみたいな状況にえなってきたなぁと、ふたふと思ってるんですよ。なんか、真偽がわからない情報が飛び交ったりとか、あの、コメント欄で、えーユーザー同士が、え喧嘩してたりとか、えーまぁ、YouTuber 自身も、顔を出してる人たちの中でも迷惑系みたいなことをやってる方々がいらっしゃって、 あのー、まあ、再生数取れれば、登録者数が増えれば、何でもインダー的な、えー、倫理、倫理観のなさで、えー、動画を開けてて、えー、それがなんか、こう、バーって登録者を稼いじゃったりして、そういう風になっちゃってるのが、ちょっと有々しき事態だなと思っていてあ、特にその詐欺っぽい動画も今ありますよね。なんか、 まあどうとは特に言わないですけどもとんのまれにそのゴージャスな格好なんかこうハイブラとか着てたりとかザラザラしたネックレスとか身につけてていかにもな感じでなんか車で高級車で登場してえ僕が稼いだえ秘訣はえこれですみたいな,なんか仮想通貨みたいなのをこうなんかこう眉毛の細い僕も細いですけどえいかつい感じのえ兄ちゃんが。 えー、で、紹介してる動画とかあって、えー、時々あって、そういうチャンネルが。えー、で、それになんか、それなりの視聴者がついてて、えー、コメントがついてて、なんか、わーわーすごいとか、なんか褒めてるんですよ。えー、かっこいいとか、えー、こんな生活したいとかい、その車いくらですかとか。うん。いや、詐欺だよねって思うんですよね。普通に。<laughs> いや、詐欺かどうか決めつけはなんないですけれども、本当なのかもしれないですけど、 大抵そういう人って、なんか、こう、視聴者の中から、こう、従順な人たちを見つけて、え、なんか、自分のやってる投資スキームみたいなものに、こう、勧誘して、で、それで、え、それで、その、なんか、こう、ま、ポンジスキーム的なものを、に参加させて、で、それで、 お金を稼いで、あとは逃げるみたいな <laughs>。そういうようなことをしてないかと。そういうような被害が生まれてないかと僕自身ちょっとふと思いますね。本当に大丈夫なのかなこういうチャンネルに集まってっていうふうに思っちゃって。なんかこう、審議判断が本当に、本当にその人次第になってきちゃって、その人のリテラシー次第になってきちゃってますよね。その人っていうのはこの場合視聴者の 視聴者のリテラシーをいかに高めていかないと、高めていかないと、どんな人でも、そういった、この YouTube 上で誤情報を流されて、誤情報というか、あの、偏った情報とか、審議が取れてないような情報を見ちゃって、それで流されて特定思想を持ってしまうとか、そういうふうになっていく未来がないかな、なっていったりすると、その人にとってすごい悲惨なので、 で社会にとってもそれは有益なことではないのでなんかこういったのを何とか防止していけないかなと思ってはいるんですよね私もあのリサーチャーという仕事をしてみてあの裏を取る仕事をやって,るやってますのでその仕事の中に裏を取る仕事があるので情報のそういったものにはすごく敏感になってますねなのでその、えー、これ動画を上げてる人の素性を調べるってすごい大事だと思います 別にを調べるるまででももない、えー、人もい人と思うんですよ、えー。そういう人は別にいいんですけれどもなんかこの例えばお金に関するものであったりとか特にそういったものビジネスとか、えー、そういった情報を上げてる人に関しては、えー、誰,がな誰が言ってるんだろうと、えー、この人どういう人なんだろうと、えー、動画見ただけでその人が言ってることが威勢が良かったりすると なんかこうスッとその耳入ってきちゃって疑わなくなっちゃったりするんでえまあ一度そのちょっとちょっと端末って感じで置いてどういう人なのか一度検索してみてえそれであこの人の言ってることは正しいのかどうかえっていうのをちゃんと調べない調べていかないとえドツボにはまっていく可能性がすごい高いなとえ私は思っております。 そうですねそんなうまい話って、えー、ないわけですし、あとやっぱりそのお金に関することじゃなくても、なんかこうあのー、ゆっくり解説とかでも、なんか時々、えー、偏った情報とかってありますよね。なんかこの国はこうだみたいな、勝手に決めつけてて、えーなんかえー、すごいヘイトを浴びせてたりするような動画とか、えー、結構あったりするし。 そうですね。で、そういったのを見ちゃうと一番、もう一つ厄介なのが、あのー、YouTube って新聞とかと違って、別に見たくも、えー、興味がない情報がもう、えー、一緒に並,ば並べられてるわけじゃなくて、自分の興味ある情報にしか、えー、興味ある情報しか、なんか、えー、自然とアクセスできないようになってくるじゃないですか。YouTube でも Yahoo News とかでも、えー、X とかでも,でもそうなんですけど、自分の好みに基づいたものを、 アルゴリズムが提案してくるんでそれによってこの自分と反対意見の主張を見なくなるとか反対のことを書いてある情報を見なくなってしまうのでそれによってその自分の頭思考がすごい凝り固まっていくというかアルゴリズムによって自分,が操作され自分の思考が操作されてるまさになんか AI によって人間が支配されてるみたいなことが起きてしまっているんじゃないかなと思っていて。 そのやっぱりその反対意見というか自分の反対の情報っていうのを目、えー、にすることって、えー、すごい、えー、大事だと思いますまあなんか、えー、すごい極端な例で言うと、えーまあえー、結婚相談所さんだが結婚をめちゃめちゃ推してたりするじゃないですかでその逆にその恋愛系 YouTuber さんとか,なん,か、えー、おなんかこう、えー、ナンパ史系の YouTuber さんとかあるじゃないですか,なんかそういう人はまた別,全く別のことを言ってるじゃないですか で、まあ別にその、今この例は全然、えー、ふさわしくないと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、自分はどっちが合ってるのかとか、どっちあどっちも合ってる合ってないとか、この場合はないとは思うんですけれども、なんか、こう、同胞とも極端だと思うんですよ。結婚すべきだ、結婚すべきじゃない、お男は女を、えー、たくさん、えー、女の子にたくさんアプローチすべきだ、みたいなことを、両方とも極端なんですよ。<laughs> ぶっちゃけ言っ,てし言ってることは。いや、で、その、 片っぽの情報しか見ないと、なんか結婚がすべてだみたいなやつ結婚してない男女は負け組だとか、なんかそういう風になってしまうし、その、なんか、ナンパとか恋愛とかなんか卒業のばっか見ちゃうと、その、えー、こう、一組、えー、一,一人の人一生愛するのは、えーりえー、本能に従ってないとか、なんかこう、そんなことはできないとか、えー、そんなことするやつは逆に負け組だみたいな、なんかこう、偏っちゃうんで、いや、 実際ってその人間の世界でグレーだから、もうは0から100%、えー、0100じゃないんで、その、まあ、YouTube とかで特定なものを見ちゃうと、えー、そう思考がこれと固まって0100思考になっちゃうから、そうですね、あの自分はどうなんだろうと、どうしたいんだろうとか、 え何が正しいんだろうというのは、まあ、例えば国の情報とか調べてみたりとか、国が出してる情報を調べてみたりとか、他にもいろんなえ企業さんとかが、まあ、ある程度客観性に基づいた情報とかデータとか出してるその例とか結婚とかに関しても、そういったのを調べてみるのもいいんじゃないかなと思っております。まあ、これはお金に関することとかもえ全部そうだと。あらゆるものがそうだと思いますね。政治とかもね。まあ、そんな感じで、その、 えー、まあ YouTube の中で結構今、バリ雑言が <laughs> 飛び交っている現状って、なんか昔の2チャン、5チャンネルみたいで、えー、ちょっとね、えーまあ5えー、5チャンネルが今、5チャンネルが今、加速化してきてるじゃないですか。今逆にそれが YouTube であるとか、えー、X であるとか、えー、よりその、なんか、人の、えー、思考をコントロールしやすいとか、人の金銭に触れやすいというか、刺激しやすいような、 えー、メディアに映っちゃってってるのが、その傾向が。えー、まあ、ごチャンネルはもう、なんかこう、元からみんな便所の落書きみたいに、えー、真剣捉えてなかったんですけど、X とか YouTube とかになってくると、そのなんか真剣味が増してきちゃうから、ちょっとそこら辺でその人が左右されないかどうか、えー、私は危惧しているところであります。えー、皆さん、えー、どう思ったでしょうかこの動画がもし良いと思った方は、えー、高評価ならびにチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは。